方で、新しいアルバムの、レコ発ワンマンライブということで、ありますので、ぜひ皆さんもね、ナコ、チェックをしてみてください。あ、先ほどお伝えし忘れたんですけども、ワンマンライブ、なんとご来場の方限定にオリジナルナコグッズ100名様にプレゼントということで、なんかね、オリジナルグッズもあるそうなので、ぜひともチェックをされてみてください。香川ひろみさん、アコースティックラジオ後半戦に差し掛かっております。ここでですね、ちょっと、リポートがつながっておりますので、今、横川不思議地に、行っていただいている倉本局長と電話をおつなぎしてみようと思います。倉本局長、あれ、つながってない。倉本局長、あ、つながった。こんにちは。はい、あ、つながりましたね。今そちらどちらにいらっしゃるんですか。はい、まさにですね、はい、JR 横川駅、はい、去年の横川駅前でございます。横川駅前広場に来ております。はい、そちら今何を、ね、はい、横川の方にね、あの車通りますと必ずこの前を通るところ、はあはあはあ、目立つところに来てるんですけれども、はいはい、もうね、たくさんの方がここでいらっしゃっています。 JR のね、横川駅前ではですね、はい、今、駅前広場で、たった今の中広中学校の吹奏楽部さんの今ちょっとリハ中で、今からまあ演奏が始まると思うんですけども、はい、たくさんのこれもね、見物の方がですね、周りを囲っておられます。そちら今、はい、なんていうイベントをやってらっしゃるんでしたっけ。横川不思議市ですね。はい、あ、すごい、たくさんの人ですか。何人ぐらいとか。今年第19回目ということで、はい、もう一箇所だけじゃなくて、この駅前広場で、星の、道ステージ、これは広島信用金庫さんの駐車場だったり、はい、で、本通り商店街をこう抜けますと本通りステージもありました。で、横川駅の北口にはですね、新宿ステージがあったりとかですね、はあはあはあ、全部で6会場ぐらいあって、あ、で、その途中いろんなところにこうお店も出してですね、もう移動中も全て楽しむことができる、そんな不思議。すごく大きなお祭りなんですね。はい、はい、で、すごい、私は今、JR 横川駅前に来ておりますですね、はい、ちょうどロータリーのね、一番、真ん前のところに来ております。はい、で、そこですね、ここも非常にこう賑わってるんですけれども、今ね、ご家族、可愛い子供さんがですね、写真撮影をね、されてらっしゃるんですけども、はい、それは普通の写真撮影ではなく、なくミニ消防車に乗って、はい、そして、いわゆるね、ファイヤーマンと言いますか、レスキューの、かわいい、そしてかっこいいですね、制服を身にまとってですね、記念撮影をされてらっしゃいます。さあ、どんなブースかと言いますと、はい、広島市西消防団、三笹大芝分団 のブースに来ておりまして、お話をお伺いするのは、その分団長の網岡正夫さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。非常にですね、今、消防団員さんたくさんね、引き連れてきておられまして、大体今日は何人ぐらいで今日ここにいらっしゃってますか。うちの団員が今日は14名、女性が3名で、防災コーナーということでやらせていただいてます。そうなんです、防災コーナーということで記念写真撮影ブースもあったりで、消火器をね、ちょっと説明するそういったブースもあったり、そしてさっきもやってますけど紙芝居もありましたね。そうですね、女性消防団員が防火教室の紙芝居をやってます。で、風船をプレゼントしたり、他にもグッズもプレゼントしてましたね。そうですね、少ない予算なんですが、できる限りお客さんに喜んでいただけたら、子どもさんに特に喜んでいただけたら、将来消防団に入ってくれることがあるんじゃないかなと思って提供させていただいてます。お子さんとかね、そしてお家の方も本当にこう楽しそうに嬉しそうに写真を何枚も何枚も撮っておられますよね。はい、そうですね、ずっと来られているお子さんもいらっしゃってですね、これを楽しみに来られる方も中にはいらっしゃいますね。そうなんですね。でね、また先ほどね、14人の団員さんがいらっしゃるということなんですけれども、本当にこう連携プレー非常にこうできておられましてですね、本当にお子さんたちにね、写真撮影をするときにこっち向いてお子さんをこう表したりとかですね、非常にこう賑やかに団員さんたちも一緒になって盛り上がってますよね。そうですね、
唯一地域の皆さんと短い時間ですけど楽しめる時間ではあるし、いつもお世話になっているわけですから、ちょっとでも我々のことを応援していただいている意味もあって、感謝の気持ちを込めてイベントさせてもらっていただいてます。こういうふうに展示されたりとかですね、イベントをすると日頃の消防団員さんたち その、ご活動だったりとかですね、大切な、ご役目っていうのがですね、非常にこう楽しく、そして私たちにとっても身に染みてすごく分かりやすい。はい、ありがとうございます。そう思っていただけるだけでありがたいと思います。自分たちの町は自分たちが守るという郷土愛の精神、消防団員の魂みたいなものがうちの団員みんなにあると思いますので、先ほど言われてましたように一致団結してないとなかなか時間のロスとかで自分たちが怪我したということもありますので、そこが一番うちの団員の誇れるところですね。はい、廿日市もそうなんですけども、そしてもちろん日本全国もそうなんですけれども、いろんなところにね、大事な消防団さんがいらっしゃいます。で、日頃からね、厳しい訓練だったり、そして応急走法大会といいましてですね、いろんなね、こう競い合いといいますか、速さだったり正確に、消火できて、タイムを競ったり正確に、火を消したっていう、そんな大会があるわけなんですけれども、広島市西消防団さんも今からちょっとその大会があるんですよね。そうですね、6月に大会がありますので、それに勝てれば広島市の連合消防団の大会に出れますので、目標とりあえず西団の優勝ですね。これもね、日頃からの、厳しくそして正確な練習というのをいつもどちらでやられてらっしゃるんですか。はい、この駅前広場の北側にあります三笹小学校のグラウンドをお借りして、毎日1時間半から2時間練習させていただいてます。はい、今日はね、市民の皆さんとこういう風に、交流をねされてらっしゃいます。ぜひですね、皆さん今もね本当に子供がちょっとね今泣いてますけれども、でも本当に先ほどから皆さんね楽しく写真を、撮っていただいております。ぜひ記念にしていただきたいですね、この記念写真。そうですね、良い思い出にしていただきたいと思います。はい、ということで最後にですね、三笹大島分団分団長の網岡さん、FM 初開始ですけども、消防団ね、皆さん本当に興味を本当に持っていただきたいという意味を込めてですね、ちょっとメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。廿日市消防団伊藤団長さんをはじめですね、廿日市の消防団の皆さんとも我々西消防団交流があるんですけども、自分たちの町を自分たちが守るということで、住民のですね生命財産を少しでも守ることができればいいかなと思ってますので、消防団に入って自分も参加してみたいという方はお近くの消防団のに声をかけていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで広島市西消防団三笹大島分団長の網岡さんにお話を伺いました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、一番ね目立つところでね、写真をね撮っていただきます。ぜひ駅を降りたらすぐでございます。そこにね来ていただきたいなと思います。まずはここで遊んでいただいて、そして本通りステージだったり星の道ステージ、先ほどね星の道ステージではですね、はい、香川くんも非常にね多分仲良くさせていただいてるんじゃないかなと思います。ハニーさんがですね歌ってましたよ。ハニーさん、一度お会いしたことがあります。はい、ね、横川の街中にですね本当にこう素敵な歌声、いい音楽がですね本当にこう響いていました。僕も行きたかったな。来年はぜひ、来年こそはぜひ、ね、ラジオとかぶっちゃった、ね、はい、星の道ステージはですねプライマル5、はい、ね、フリーフェイスと続きます。そして、本通りステージでは多分ね今してるんじゃないかな、八ヶ市高校の、はい、けん玉パフォーマンス久保田さとるくん、あ、久保田くん、で、その後ですねアルプスホルン演奏、そして広島のローカルアイドルのアイラブユーアイちゃん出てきます。そしてジャグラーケンちゃん出てきて、はい、メグさんね出てきます。盛りだくさんですね。そして星の道ステージ
午後3時からですね、三陽高校和太鼓、はい、ダンさんのね、ステージがあります。まだまだね、今から来られても全然遅くはないし、ぜひ楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、今日はね、横川で皆さん楽しんでいただければなというふうに思います。はい、放送はね、川君引き続きこの後2時まで楽しんで、そして皆さんも楽しんでいただければと思います。そうですね、以上でございます。はい、どうも倉本局長お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということでですね、横川不思議市のリポートを倉本局長にしていただきました。なんかすごく楽しそうなイベントですね。僕もね、なんか誘ってもらってたんですけど、まあ、このラジオのね、自分のアコラジと被っちゃったので、ちょっと間に合いそうにないですということで、リポートだけでも、参加をさせていただいたということになります。まだね、たくさん楽しいステージなんかもあるみたいなので、ぜひお暇な方はですね、あ、でも行ったらこのラジオ聞けないよね。ラジオ聞いた後2時から行ってもらおうかな。2時から、横川の方にぜひ遊びに行ってみてください。リポートでした。ここでね、もう一曲ちょっと聴いてもらおうかと思います。僕がですね、この間島根にライブに行った時にお会いした、大久保治さんというシンガーソングライターの方で、関東、まあ全国的にね、全国ツアーとかされてる方なんですけれども、横浜の方でね、メインで活動されている、シンガーソングライターの方です。すごくね、声が良くて、まあ、ギターもすごく上手でしたし、あと曲がね、なんとも言えない、哀愁があってね、素晴らしかったので、CD をね、購入させていただきました。では聴いてください。大久保治で夏の幻。夏の終わりを誰がつけるの、気がつけば君は通りの向こう側で日々を浴びて眩しそうに僕に何かを伝えようとしていた。さよならさえ言わないまま僕たちは離れていく。淡い恋が終わったこと、僕は今気づいたんだ。じゃれ合うよ日が流れた、気がつけば僕は全てを忘れていた。無邪気に笑う笑顔の向こうで季節は変わっていたのに。始まりさえわからないまま君のことが好きになる。淡い恋が僕の胸に小さな光を
したんだ。通り雨が街を濡らしていく。虹が出ればもう夏の幻。さよならさえ言わないまま僕たちは離れていく。淡い恋が終わったこと僕は便利をお約束する串戸の廿日市総裁会館です。ごく少数の家族層から車窓団体層まで全てお任せください。廿日市総裁会館フリーダイヤル 0120-32-4949 0120-32-4949。 あの方が廿日市でコンサートされるの？あの人も来るん？すごいね。あのおばちゃんも出るんだって。お母さんも出たことあるよね。僕もみんなの前で演奏したいな。廿日市文化ホール桜ピア。7分を回りました。加賀博之のアコースティックラジオ絶賛放送中です。大久保治さんで夏の幻聞いていただきました。すごくねいい曲だと思います。しかもなんと8月にですね、共演することが僕決まりまして、8月の8日だったかな、8月の8日の金曜日に僕がいつもやってるプールカフェニコというお店にですね、来ていただいて、一緒にねライブをしようと思います。またね近くなったら、ご紹介していこうと思いますので、ぜひとも遊びに来てください。はい、じゃあここからですねもう一組、今日はなんとゲストをお呼びしております。ご紹介します。爆走チキンの皆さんです。こんにちは。ジャンプジャンラジオ、はい、ラジオデビュー。すごいテンション高いですね。さっきはガガはうまい。ちょっと待ってナイス MC。 ありがとうございます。先ほどのねナコさんとはまたちょっと打って変わってテンションの高い、バンドが来ていただきました。爆走チキンの5人組の皆さん、これはもうメンバー全員で今日は来ていただいたんですね。メンバー全員ですね。はい、出演していただきました。まずじゃあ一人一人ですねお名前と担当楽器のパートなんかを紹介していただけたらと思います。じゃあここから、はい、ギターパフォーマンス担当の沖本拓海です。お願いします。お願いします。続いて、ギター担当してますエギと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベースと滑り担当しております浜崎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、歌とリアクションを担当しております菅野と申します。よろしくお願いします。お願いします。ドラムと声帯を担当しております川正です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。僕のラジオ史上一番人数が多く盛り上がりそうな感じですこれ。もうツッコミどころも満載なんですけど全部ツッコまないです。もう
流す今日はねこの爆走チキン、漢字で爆、奏でるの層で臆病者と書いて爆走チキンの、これはロックバンドという風に紹介させてもらったらいいですか。ロックバンドに来ていただきました。オールジャンルオールジャンルロックバンド、もう今日はですね、まあ簡単に言ったらコピーバンドなんですよ、ね、おい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 、それもう明かしちゃうんですね。こっからちょっとファンタジスタ流してからのくらいいやもうねもう言っちゃおうかなと思って、ね、はい、今までね僕のラジオでは結構もう自分のご自分の CD を作ってて、まあ、オリジナル曲もたくさんあるようなアーティストの方を紹介してきましたが、今月からですね、まあ、不定期でこういったこう、まあ、コピーバンドといいますか、まあ、音楽を楽しくて、音楽を楽しんでる、まあ、学生の子たちだったりね、今回のね臆病爆走チキンは、コピーバンド、まあ、社会人の皆さんということなんですけれども、こういったね音楽を楽しんでる若者もですねどんどんこれから紹介していこうと思って、新たにコーナーを作らせていただこうと思いました。でもこれコーナー名決めてないや。コーナー名、はい、イギ君ズバリ、はい、コーナー名は、ステイゴールド。ステイゴールドです。はい、もう今後もこれでいきますステイゴールドのコーナーということで、まあ、アーティストの卵というかですね、これからもねどんどん活躍していきそうなバンドを、たくさん紹介していこうと思います。皆さん普段どこで活動するとかなんか決まってんですか。どこが多いんですか。特に決まりはないけど、うん、街とかのライブハウスとかで、まあ、ライブやったりとか、まあ、お呼ばれすれば行っちゃうよ。もうどこにでも。結婚式とかね、うん、やったね、ありましたね。なんかね、うん、僕もなんかちらっと風の噂で聞いたんですけれども、うん、メンバーの一人の誰かが結婚するっていうことになって、新郎自らギターを弾いたという話をお聞きしましたがまあその辺もおいおい、これこの5人のメンバーはいつから知り合って、いつバンドも結成されたんですか。10年前ぐらいに、まあ僕が高校を卒業するときに、まあエギから誘ってもらって、はい、第一段階のバンドで組んで、まあメンバー編成がこうゴロゴロ変わりながらの、ドラムが変わってベースが変わっての今の。なるほど、先ほどのナコさんとじゃあほとんど一緒のような感じですよ、ね、あ、ほんとなんだ俺はそんな変わったっていう、俺はもう頑張ればなれるかもしれない。じゃあ何年から何年2000何年ぐらいからこのメンバーで活動してるの今何年目なんですか。完全にこのメンバーだったね。4年ぐらいですか。4、5年、ま、マイク使って喋ってもらって4年ぐらい。あ、でももう結構長くやってらっしゃいますね。4年間。これリーダーはちなみに私ですかね。ギターの沖本武美さん、はい、超絶イケメンリーダー。いやそんなことない。 V6 の岡田純一か、とんでもない沖本武美か、とんでもない岡田か、でも沖本か、でもそういうね香川くんも俺は生田斗真にめっちゃ似とるなって思う。めっちゃ似とるわって最近ね、アリエールアリエールの CM を見るたびね、わ、カガちゃんじゃって思うよ。やめてください絡みにくいいや全然違うんですよ。生田斗真さんが僕に似てるんですよ。なるほどなるほどね、なるほどね、さすがね、大物よ、大物大物さんがまあそんなねすごく仲のいい結局何で知り合ったメンバーなんですか。地元が一緒とかそういった。地元が一緒、割とみんな地元が一緒、うん、ギター、まあ、ダブルギターのその沖本さんとエギさんがもともと地元が一緒と、あとボーカルの菅野、あ、ボーカルの菅野君も、その3人が同い年の同級生で、はは、同い年で小学校から、うん、小学校からずっと、まあ、ちなみに僕も同級生で、そうそう花のちゃんとは同級生宮古でね、ギターの沖本さんとは宮古時代の同級生ということで、まあ、以前も登場したオールスターズの加藤なんかともね、同じクラスメートっていう形になるんですけど、加藤はねもう腐れ縁みたいな形で同級生ばっかり出してんなみたいな、その時苦情するなよでもまあでもすごくこの年になってまで音楽をやってるやつらってすごいなって俺は思う、ね、そうですね。僕らもう28になりましたからね、うん、28歳が5人中3人で27、ドラムの川正さんが27歳、
ベース滑り担当浜崎は、25歳、あ、今年26歳今年26歳、はい、あ、うん、まあ、そこが1個ずつ違う、まあ、でも言うてもね、みんな同年代で、もうなかなか20代後半に差し掛かってね、こんな風にバンドやってるっていうのも結構だんだん減ってきてる時期なんじゃないかなと思うんですけど、28歳になろうかっていうのに青春パンクバリバリやりますから、青春パンクバリバリで、うん、息上がりますよ、ね、なんかこう得意な歌というか曲とかあるんですか、この曲が得意とか、まあ、最近ね、ドラゴンアッシュ、ドラゴンアッシュ、ね、これ今後ろに流れてるのもドラゴンアッシュですよね、 BGM、 そう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 、まあ、そうですね、そうですねそれだけ今言いたかったまあでも、まあ、今日ね、なんか流す曲も持ってきてくださいということでドラゴンアッシュ持ってきてもらったので、まあなんかこうオリジナルバンドみたいな感じで僕たちの曲聴いてくださいとかでドラゴンアッシュの曲流してくれるのかと思ったんですけれども、もうじゃあこの今から流すこの曲は好きな歌ですっていう形で爆走チキンが、なる、ね、爆走チキンが好きな歌をじゃあやっぱ、リスペクトしてる、まあ、影響されてるアーティストというかね、うん、かなりリスペクトしてるね最近、そうですね、うん、ドラゴンアッシュさんの曲をじゃあ流させてもらいましょう。曲紹介はじゃあ、浜さんじゃあお願いします。曲は書いてないんですけど、もう言っていいんですか、これは。はい、お願いします。それでは、聞いてください、ドラゴンアッシュでファンタジスタ。Jack a bone, jack a microphone, just a light of phone. Hey, kick off the fest, that's such a night you want. Hey, 始まりの愛から it's so long. Hey, 終わりまで beat goes on. Whoa, guess what you said? Get to watch the party sense. Hey, so I let you come with me, cool out your friends. Hey, you don't break it down, it's a show my game. Hey, 砕けしろ charge な境界線 and more. Whoa, get your hands up, fuck that beat. Whoa, get your hands up, fuck that beat.Oh no, let me move along. Hey, kicking the lyric, let it go low. Hey, this rhyme and beat's gonna change your mind. Hey, so call it Jimmy action line. Whoa, hit up your heartbeat, let your dream. Hey, raising the rhythm, gonna be a free. Hey, oh, let down the ladies and the friends to me. Hey, you might want to just unlock and make to sing more. Whoa, get your hands out, wanna be. Whoa, get your hands out, fantasticはい、お聴きいただきましたドラゴンアッシュでファンタジスタ。初めて僕こういうメジャーのアーティストの CD を自分の番組にかけたそうなんじゃ今まで一回もかけたことなかった、うん、新しい挑戦、新しい、新しいよ、しかもドラゴンアッシュあのアコースティックラジオですからね、一応ね、あ、そうそうだね、今日のこの僕が持ってきてるこの可愛いギター見てくださいよ、これちっちゃいギターで持ってきてるのに、このバックでファッファッファーンってなんていうんですかそう、あのファンファーレの中喋るっていい、ね、斬新、すごい斬新だと、いいですね、テンション上がりますね、うん、なんか これだけ今このブースの中に全部で6人入ってるんですけど、うん、暑いですね、暑い、本当暑い、気温が上がってきたな、うん、このね、アラサーのおじさんたちがこの狭いところに6人集まるものじゃないですよ、カレー臭とかすごいんだろうね気づかないだけど、はい、加賀博士のアコースティックラジオ放送中です。今ゲストで爆走チキンの皆さんに、来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、すごくねイケメンだと思います。さっきも話しましたけど、エギ君にしても沖本拓海さんにしてもですね、沖本拓海さんなぜかフルネームフルネームで言ってしまうほどのイケメン。そうでもないです、それは言い過ぎだ生田斗真これ
やりにくいな今日。ということでね、まあでもあのコピーバンドということで、まあ、いろんなね自分たちがリスペクトしてるアーティストの曲をたくさん、コピーをしてライブでパフォーマンスをするということで、一回オクトパス、コイン通りにあるオクトパスというライブハウスで一緒にライブもしたことがあって、そうですね、はい、ライブもね見させてもらって、すごくこの人たちは本当音楽が楽しんだなっていうのが伝わってくるライブをね、してるんじゃないかと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。マイクに行ってくださいね。慣れてない、慣れてない。慣れてない、慣れてない。これはね、難しい。はい、そしてですね、ドラムの川正さん。はい。通称、川やん。はい。この川やんさんがですね、なんと、この20日市で、あるお店というか、病院なんていうの整体院整体院を。開業というか、まあ、盛大に働いてらっしゃるということで、はい、今日もなんと、まあ、今ユースレミには映ってないんですけれども、はい、制服で来ていただきました。仕事中です。仕事中今仕事中です。絶賛サボりいいのかな。そう、あんまり良くないけどちょっとお願いして。そう、はい、どちらのお店ですか。宮内の串戸にある、はい、港整体串戸院というところで整体をしております。はい、港じゃない、宮内の串戸にある港整体、港串戸整体というところにお勤め、はい、もうここのだからね、スタメンだよね。スタメン先生は。そう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 、そうですね。院長の先生ではないけれども、そう、店長、店長っていうんですか、みたいな感じ。まあ偉い人ということで、僕もね行って、マッサージを受けたことがあります。あ、そうですね。めちゃくちゃ上手ですこの先生。本当、はい、ケンシロウかっていうようなね、飛行をたくさん知ってらっしゃるみたいなので、そうですね、はい。ちょっと疑いを持った感じで来られたので。他の皆さんは普段何されてるんですか。順番にじゃあ職業。サラリーマンですね。サラリーマン、はい。サラリーマンですね。浜ちゃんもサラリーマン、はい、はい。サラリーマンです。サラリーマンからのエギさんが、サラリーマン。サラリーマンです。サラリーマンと整体サラリーマンと整体師の、ね、サラリーマンと整体師による爆食チキン、異色の、かなり異色、異色のアイドルユニット、ビバラレバアイドルじゃない。だんだったら生田斗真も入れよ。やめてください。もうね、あんまりこう身内乗りばっか出すとね、後から怒られるんですよ。あくまで爆走チキンを紹介するということで、いやもうその整体師さんが中にいるということは、うん、皆さん普段もじゃあちょっとこう疲れたらマッサージしてもらったりとかするんですか。いや、あんまりねしてくれんのに。あ、やっぱりお金が発生しちゃうから、うん、プロですからね。プロですから、まあ、プロボクサーが喧嘩しちゃいけないと一緒ですよね。そうですね、うん、整体師がそう簡単に肩もんじゃいけないっていうことで、なんかみんな元気とりあえずする必要がない、うん、そう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 、やってって言われたらやるけど、はいはいはい、はい、必要とされてそう、なんか寂しい感じもありつつでも触ったらどこが悪いってすぐ分かるんですよ。あーすごい、さすが触る一瞬です。もう触らずとも見てもなんか歪んでるの分かるっていう。分かる分かる。僕も行った時もうなんかぐちゃぐちゃだねっていう。そう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 、体がもうぐちゃ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 だねみたいな、バッキバキでみたいな。バッキバキで本当ゆっくりマッサージもらってぐにゃぐにゃにしてもらいました。ぐにゃぐにゃ。まあ、あれからちょっとしばらくたんでまたしばらく行ってないので、そうですね、ちょっとそろそろね先生のとこ行かないといけないですね。はい、今どうですかこの姿勢は。ちゃんとまっすぐですか。もう猫背、猫背ですね。そうですね、もう首は前に出とるしみたいなね。もう猫背ですね。でも共演のバンドのマッサージしてあげたりなんかもよくあるんですね。そうですね、うん、本当にそこをライブハウスになると、はい、もう求めて来られるばっかりで、そう求められるね。そう、うん、求められる存在。ライブをする前に、はい、仕事で疲れる人、うん、休みなのに仕事みたいな。ライブ結構たくさんされてますか。どれぐらい月、まあ、いや年1とか。あ、年に1回とか。半年に1回。はい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 。じゃあでも今年も、でも年明けに早速やって、そうそうそう、結婚式でもやったから、もう2回もやってますよね。それがですね、はい、夏にですね、夏に念願の念願の夏フェスをですね開催しようじゃないかと。おっと、えい、やっちゃうの、やっちゃうの。え、これは爆走チキンさん主催、主催夏フェスということですか。でまあオールスターズの加藤にまあ話を持ちかけてやろうぜという話で、はい、まあじゃあ意味のある楽しいイベントやろうということで、夏に。これ日付は7月の19、20の土曜日、日曜日、土曜日、日曜日かな。
日曜日の2日間。2日間にわたり。2日間っていうことはこれは、ちなみに場所はこれどこでやるんですか？江田島です。江田島。渋いっすね。なんか江田島にはでもなんか野外ステージがあったりとか、あとなんかレコーディングをする場所がある、なんかスタジオがあるっていう話も確かに聞いたことがあって、そうそうそう、なんかそんな話もちらーっと聞いて、まあ江田島がいいんじゃねえのっていうので、そうですね。なんかよく江田島でなんかレコーディング合宿をしたとかいう話も聞くので、うんうんうん、まあ、意外と音楽をするにいい場所なのかもしれないですね。いいっすね、夏に海辺でじゃあ、うん、フェス合宿みたいな形で 2days で、これは2日間ともライブがあるんですか？いや、初日の19日にライブをして、まあ、あとの次の日20日は、はい、まあ、海で泳いだりしようじゃねえかと。なるほど、最高のイベントじゃないですか。っていう感じですよね。じゃあ、この7月19日のイベントっていうのはどなたでも参加ができるイベントっていうことですか？そうですね、参加者を今募ってる状態で、まあ、参加費なんかを取る形にはなると思うんですけど、その辺が、まあ、まだ決まってはないんで、具体的にはまだ決まってはないけれども、まあ、香川くんも出てくれるみたいなんで、はい、参加させていただきます。ぜひ。なんかこの間あのオールスターズのその加藤くんからこの日開けといてって言われて、あ、なんかライブあんのかなってスケジュール上げてた。それだけ。まさかの江田島。いやでもいいですね、夏フェス、うん、たくさん、まあ、こういうバンドもありだし、まあ、僕みたいなね弾き語りとかアコースティックの、方なんかも全然ありのイベントでやるんですよね、うん、きっとオールジャンル OK。僕個人的にはあのご当地アイドルとか来てほしいなと思ってるんですけど、ね、パフューム？パフューム、もうご当地抜け出してますね。パフュームはほんまね。マナミのリサ、マナミのリサぐらいだったらなんとかなるぐらいだったら爆弾発言ですよ。いやいや来てくれないでしょマナミのリサさんも。そうですね、忙しいですよね、なんだかと。ギャラもかかりますよ。ということなので、まあでもこれあの出演者も募集中ということ で、ね、じゃあ情報はこれはどっから、まあ、僕のツイッターとかフェイスブックでもきっとアップしていくし、爆走チキンさんのね、うん、メンバーの方の、まあ、ツイッターとかフェイスブックとかもあるんですかね。そうそうそう、ホームページとかあるんでしたっけ。今から作ろうかな、今から話は出てます。ははは、うん、爆走チキン。でちなみにですね、そうこれ言おうと思ったんですけど、昨日の夜になんか、まあ、アップ用のなんか爆走チキンの画像欲しいなと思ってネットで爆走チキンって検索したら、一番上に YouTube の動画が出てきて、爆走チキンプロモ出た。プロモあんのと思ってクリックしたらですね、まさかのロックバンド初の無音のなんかあのダラダラトークするというプロモーションビデオが出てきたんですけど、クソみたいなドラマが流れたでしょ。ドラマ、なんなんすか、あれなんなんすか。あれは当時その PV を撮って、だいぶ前に SE をだいたい流すじゃない、はい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 、あれの代わりにドラマを撮って流そうぜ、スクリーンあるんだからさ、あ、そのライブ用の流す用のやつを作って、でも結構7、8分ありましたよね。そうそうそう、だから俺たちは音楽的なセンスがそんなにないから、エンターテインメント性として客を楽しませるためにやっちゃうみたいな。笑いです。, 笑いとしてあれ意外と笑える。なるほど。ライブハウスで流したら結構ね爆笑だから。あれしかも高校時代、みんな高校生ですよね。いやいや、エアコンの制服とか。あれは卒業したから。俺はもう卒業してたんだよ。卒業して、うん、わざと来てたんですか。そう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 。あ、そういうことか。これ高校時代のなんか映像なのかなと思ったんですけど、あれエギ君も出演しましたっけ。はいはいはい、エギ君マイクでじゃあ完全に蚊帳の外に今いたから。あれはじゃあ卒業してその制服みんなで着てわざわざ学校まで行って撮ったんですか。そうそう、無許可ですからね。無許可で。なるほど。ドラマのテーマが青春だったんですよ。あ、青春で、まあ、やっぱ青春といえば学生、はい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 、って言えば学生服っていうところで、あと恋愛と、あ、恋愛とね、恋愛と。なるほど。そうそう、ね、しかもあれ再生回数自分たち知ってます、あれ。あれ結構いっぱい、あれ7000回以上再生回数。俺らだけじゃないのよ。そう、7000回の、高評価0、低評価6。でしょうね。いや、なんか爆走そのチキンっていう名前の曲か、うん、まあ、バンドで曲かな、なんか多分あるんだと思うんですよね。それのそれと間違えて、あ、間違えて検索してしまうと結果バットで、バットバットね、マイナスで7000もいってるんだ。7600回ぐらい。わ、俺今日見てみよう。見てみよう。申し訳ないですね。すごいな、びっくりしました。すごいと思って。いやでもこうして聞いて皆さん本当仲がいいですね。
本当になんか仲のいいのが伝わってくる感じで、うん、普段もじゃあ音楽以外でもなんか一緒になんか遊びに行ったりとかすることもあるんですか。音楽以外で会うことはまああんまりないかな。でも正直結局正直ねプロの芸人みたいですね、うん、やっぱ地元が一緒の3人はまあ会うんだけど、まあここのまあ後輩2人は、まあそんなにもね。じゃあその年に 1,2 回しかライブしないってことは、うん、年に 1,2 回しか会わないっていうことです。あ、まあリハとかがあるから。そうそう。練習は毎月1回。毎月1回スタジオで練習。練習と剣玉の練習。剣玉の練習とやって、Facebook とかによく上がってる、ね。最近剣玉ね、楽しい。はいはいはい。いや、剣玉の実力だったらちょっと負けないですよ。俺、この間ね、ウグイスですよ。ウグイス。いやもうウグイスしょっちゅうできるし。あら。20日市ヘラ出身なめない。香川違うな。香川違うな。イケメンは剣玉ができる。いやでもね、我が出身校ヘラ小学校は剣玉盛んでしたから。うん、20日市はね。そうっすね。20日市出身この中には2人 ?2 人だけですか。あ、3人。あ、え、まあ、生まれは20日市か。生まれは20日市。あ、じゃあ2人は、まあでも5日市とか。5日市です。エギ君と、菅野さんが5日市で。おいと名前ももごれんなんですね。すみません、失礼しました。いえいえ。じゃあまあ、割とまあでも、20日市にも、まあ、この FM 20日市のラジオももう普段から聞いていただいてるということで。そう、もちろんです。もちろんです。めっちゃ聞いとる。ありがとうございます。僕のだって、ラジオにもね、何回も、コメントも送っていただいたことも確かあったと思うので、まあ、今後ともね、ぜひともこの FM 初開始も応援していただけたらと思います。じゃあ一番近いライブはその江田島ライブ。そうですね。ということで、じゃあそこまでにじゃあまたたくさんリハもして楽曲のレベルをクオリティを上げていくということでよろしいですか。そうですね、はい、じゃあですね、だいぶ話題も尽きたので最後に聞いていただいてる、お母さんにいつもの感謝の気持ちを一人ずつ。お母さんに感謝の気持ち。お母さんか、あと、うん、結婚されてる方は嫁、結婚控えてる方も婚約してる方にじゃあメッセージを。ゆりえ聞いてるか。今浜さんなんだけど。はい。僕頑張って支えるからラジオも聞いてね。よろしく。なんか11月に結婚されるっていうことで、11月に結婚ね、はい、奥さんに愛のメッセージを送っていただきました。最後の浮気をねやめなさい。はい、じゃあ続いてエギ君。はい、結婚しても、腐らずステイゴールド、心は金ピカのままでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました、はい、じゃあ続いて川やん川本さん、整体師の方です。お母さん、いつもお弁当ありがとう。ほんわかするほんわか。ほんわかします、ね、ほんわかする。すげえほんわかで、誰が最後に、最後どっちが行きたいですか。じゃあ先に行ってきますか。ボーカル菅野が。はい。ボーカルのじゃあ菅野さん、今まで支えてくれてありがとう。そして、これからもよろしく、これから会う彼女。はい。じゃあ最後に、バンドリーダーでもある沖本匠さん。はい。奥さんで一言。嫁ですか。奥さんに。外で待っておられます。あ、外で待って、今も聞いてらっしゃる。今ね、多分ラジオでね、聞いてるね。はい、うん。じゃあ一言。まあ、僕と一緒になって大変でしょうけど、頑張りましょう。はい。ということで、今日はそんな愛に満ちた。爆走チキンの皆さんに出演していただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てくださいね。はい、行きます。生田斗真に会いに来る。生田斗真いません。はい、じゃあここでですね、もう一曲曲を聴いていただこうと思います。以前僕の、ラジオのねテーマソングを、担当していただいてたリブさんというバンドの曲です。スキップストリート。の雨のせいで通りは濡れてる。キラキラ光っては星空みたいさ。誰だって間違えるよってあの子が言った。少しだけ元気になれた。
忘れてしまおう。スキップ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 オンザシート、帰り道スキップソリッド。扉を開けたら何かが足りない、どうやら傘を忘れてきてしまったようだ。鳥に戻ろうか、今来た道を、もしかしたらあの子に会える。 Let's skip 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 on the street、 子供みたいだけどさ、 skip 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 on the street、 戻り道 skip street。星がきらめいた。Let's skip, 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 skip on the street。また明日がある。Oh, skip, 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 skip on the street。帰り道 skip street。新鮮な海の幸をお得にランチ、海鮮丼、アナゴ丼、タイ丼、握り寿司定食、なんとあら汁おかわり自由。ランチは午前10時から午後3時、宮島街道廿日市消防署すぐ近く。夜も大満足、助水さん。福祉用具のレンタルならたけのこの里、福祉用具の販売もたけのこの里、手すりの取り付けやデイサービスもやってます。小田光グループたけのこの里は広島から岩国まであなたの町へお伺いします。電話 0827-54-1062 まで。武井絵美です。輸血によって生まれる笑顔、その笑顔は生きる喜びにあふれています。私もそんな誰かの笑顔のために命をつなぐ人になる。日本赤十字社ラブインアクション。はい、加賀博光のアコースティックラジオ、時刻は1時48分ということでね、あと10分で終わりに差し掛かっております。今日ゲストがね2組も来ていただいて、すごくね賑やかにお送りしたんですけれども、まあね、残りのこの10分ぐらいは僕一人になっちゃったので、またのんびりとやらせてもらおうと思います。今日全然ねちょっとコメントがなんかこう読めなかったので、ちょっとこちらも紹介をしておきます。ごめんなさい。結構早くにね送っていただいてたんですけれども、ラジオネーム元バイトリーダー D 口さんから、こんにちは香川くん。こんにちは。今日は忙しい一日でお疲れ様です。先週の金曜日の夜、プールカフェニコであったライブ最高でした。一緒に出演してくれたミエリちゃんもとても良かったです。今回は途中で寝なかったぞ。その時香川くんが歌ってくれた涙のわけ、とても良かったです。早速 YouTube で探したらありました。新曲かと思ったら前からあるんですね。今日はこんな日曜日のお昼に聴く曲じゃないかもしれませんが、涙のわけをリクエストします。香川くん頑張ってください。D 口さんどうもありがとうございます。
いや、そうなんですよ。この間ね、毎月第4金曜日の、夜の21時から、フライデーアコースティックナイトということで、坂田にあるですね、プールカフェニコというカフェで、フリーライブをね、させていただいております。で、ついこの間のね、25日がその今月の、フライデーアコースティックナイトで、一緒にね、春パンダツアーということで、関東関西を、ツアーで回らせてもらった、オールスターズというバンドのミエリちゃん。というね、女性シンガーの方とですね、二人で、ツーマンライブをさせていただきました。そのライブをね、この D 口さん聞いていただいたということで、どうもありがとうございます。この D 口さんね、すごくね、常連の方で、よくね、いらっしゃるんですけど、だいたいライブ中寝ちゃうんですよ。お酒に酔っ払って。今回は最後まで起きてたぞということで、ありがとうございます、D 口さん。あ、いや、名前言っちゃった。ごめんなさい、D 口さん。で、なんとですね、そのプールカフェ、ニコさんで、毎月僕のこの、ラジオに合わせてですね、アコースティックランチということで、普段、土曜日、日曜日は午後15時からオープンされてるみたいなんですけれども、この第4日曜日のみですね、12時から、11時半だったかな ?11 時半からオープンして、僕のラジオを聞きながらランチが食べれるというふうに、大変よくしていただいております。きっとね、来月もしていただけるんじゃないかと思いますので、とってもね、ニコのパスタとか、カレーとかとっても美味しいです。で、僕のアルバムのですね、裏ジャケにも載っているあのサンドイッチ、フランスパンにね、生ハムとか、ベーコンとかチーズとかが入っている、サンドイッチがあるんですけど、サンデーサンドと、襲名いたしまして、なんと商品化していただきました。どうもありがとうございます。めちゃくちゃね、美味しいので、一つ、一食600円で販売をされてるみたいなので、ぜひね、プールカフェニコに行く際には、食べてみてください。食べたらね、なんと漏れなく、お店に僕の曲がかかるというシステムになっておりますので、すごくね、美味しい、パンですの、サンドイッチですので、ぜひ食べてみてください。ニコでこれ皆さん聞いてるのかな、いつも応援してくださってありがとうございます。はい、もう時間もね、だいぶ、終了間近になりました。僕のね、ちょっとライブの告知もさせてください。5月の4日日曜日なんですけれども、15時から、フラワーフェスティバルに出演させていただきます。ゴールデンシャワーステージというステージにですね、15時から出演して、もちろんね、無料で見ることできます。30分ぐらいのね、ステージお送りしますので、ぜひ応援に来ていただけたらと思います。このライブはですね、アルコイリスっていうインストバンドの、ピアノをやっている立本義和さんという方に僕もサポートで来てもらって、ピアノとギターの2編成で、お送りしようと思います。で、またその次、これ広島じゃないんですけれども、5月の5日月曜日、兵庫県に移動しまして、加古川市という、とこにあるスカーレットの小鳥というライブバーで、ワンマンライブさせていただきます。で、ゲストでですね、神戸で活躍しているワンステップという、アーティストの方に来ていただいて、ゲストね、ちょっと、出演してもらうんですけれども、一応香川ひろみさんのワンマンライブということで、カフェでね、お送りするような素敵なライブになると思います。19時から、チケット2000円ワンドリンク付きで、付きとなっております。で、まあ、全部言ってもあれなんですけど、5月の10日ですね、雪の森コンサートということで、つい昨日もね、したんですけれども、広島市の雪ロッジ、雪温泉があるところですね、あちらの、雪体験交流センターさんというところのロビーで、いつも、フリーライブをねさせていただいております。これムジークショラーセンという僕が所属をしている、音楽団体とね名義でライブしておりますので、香川ひろみさん名前入ってないんですけれども、ムジークショラーセンという名前があったら僕も、いると思ってください。5月10日にね、お昼の14時からスタートということになってましたので、そちらもぜひ遊びに来てもらえたらと思います。そして、プールカフェニコでももちろんライブあります。来月はですね、5月の22日木曜日15時から、ニコニコというタイトルでですね、今月もやらせてもらったんですけれども、お昼にカフェライブっていう形でね、させてもらおうと思うんですよ。お子さんとかも来ていいですよとか、もちろんね、お子さんいなくてもいいんですけど、お一人で来ていただいても結構ですし、プールカフェニコのね、お昼のこう爽やかな雰囲気の中で、歌わせてもらうっていうね、趣旨でやってますので、こちら入場1000円なんですけれども、入場1000円でワンドリンクオーダーと、なっております。ぜひね、誰でも遊びに来ていただけますので、遊びに来てみてください。はい、まあ、その他にもね、結構いろいろなところでライブしてるんですけれども、あまりダラダラ言ってもね、しょうがないので、主要のところだけご紹介させていただきました。もう春もね、たくさんこうライブ活動をしながら、まあ、今後もね、やっていこうと思いますんで、ぜひとも、応援のほどよろしくお願いします。さっきね、出口さんからリクエストいただいた涙のわけなんですけれども、僕今日ね、これギタレで持ってきちゃったんですよ。ギタレで持ってきちゃったんで、ちょっとね、これギタレでじゃあ曲ちょっと弾けないんですよね。なので、弾けるかな。
あ、弾けるわじゃあちょっと出口さん、リクエストしていただいた、涙のわけ、最後にねちょっと歌わせていただこうと思います。これ BGM 下げてもらってもいいですか。くたびれた体人にうずめ、家路をたどりつもの帰り道、窓を伝う雨のしずく、音もなくこぼれ落ちてゆく、車庫に収めギアを元に戻して、エンジンキーを回すその一瞬、星のない空に静かに雨音だけが響く。涙の明けを教えてくれないか、まるでカーテンのように揺れる雨粒、涙の明けを教えてくれないか、本当はわかっているけど、涙の明けを教えてくれないか、愛しく胸に灯る日々のかけらよ、涙の明けを教えてくれないか、本当はわかっているけど、本当はわかっているけど。涙のわけ、歌わせていただきました。今日あんまり歌えなかったですね。やっぱりゲストに2組来ると、来ていただける、いただくと、なかなかね、歌う時間ないんですけれども、最後にね、生ライブもでもさせていただきました。これでね、僕の番組ももう、あと残すところ3分となりましたので、終わりということになります。4月もね、ちゃんと番組あってよかった。僕ね、新年度になって、かわくんもう今年度いっぱいで終わりだねとか言われるんじゃないかなって、結構ね、びっくりしてたんですよ。ね、無事に4月が訪れたので、またね、今年度も、この香川ひろみさんのアコースティックラジオ、ぜひ応援していただけたらと思います。とってもね、僕もこのラジオ番組、楽しくやらせていただいてますので、まあね、聞いていただき、いただいている皆さんがより楽しめるようなね、ラジオをこれからもお送りしようと思います。だんだんね暖かくなってきますが、風邪などひかれないように、また来月楽しみにしてください。香川ひろみでした。バイバイ。飛び足で幸せはもうすぐそばに来てる、そう思っていこう。笑えばそう涙乾く風が吹く。何度も何度も求め続けてきた。虹が描くアーチの忙しく気が街並みに流されて
やめて繋がってみようか、さらけ出してさ、見渡せばそこら中暖かな光が満ち溢れてる、一人じゃないよってここにいるよって、僕を照らし出す大切な人がいる。